大地の凍てつきも春とともに溶け、愛別町内では花々が咲き始め、春の到来を感じる白鳥たちが田んぼにやってきました。きのこの里パークゴルフ場では待ちわびた愛好者たちが雄大な大雪山を背景に久しぶりのプレーを楽しんでいました。その様子をご覧ください。
代表中井太さんにお聞きします。白鳥いっぱい来ておりますか？はい、昨日おとついあたりからたくさん来るようになりました。春の農作業いよいよ始まりましたがいかがですか？今年は行く時も早く作業の方は順調に進んでいます。大変今は忙しくなって、巻き付けの準備をしているところです。白鳥もたくさん来てる季節になりましたけど、私たち、白鳥餅という餅を作ってます。白鳥に負けない真っ白い餅も作っておりますので、皆さん食べていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。おはようございます。おはようございます。今日はどんなお仲間と来ていらっしゃいますか？あのね、愛好会の人がたくさん来て、はい、仲間に入れてもらってやってるんですよ。はい、オープン初日の感想をお聞かせください。いや、なんかね、天気もちょうどいいしね、はい、また今年も頑張って元気で一シーズン終わらせたいなと思っています。はい、ありがとうございます。教えていただいてよろしいですか？私は4年ぐらいですね。3、4年。愛別のこのキノコの里パークゴルフ場の魅力はどこでしょうか？ね、広々としてあの、なんだろうね、自然がいっぱいあるから、なんか来ても気分がいいです。はい、ありがとうございます。楽しんでいってください。はい、いつまでやっていますか？はい、11月の雪降るまで営業しています。パークゴルフ場の PR ポイントを教えてください。天気が良ければ大雪山が見えるのと、芝のコンディションがいいので楽しんでいただいています。はい、ありがとうございます。それ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 、マジだな。ナイスだ。ナイスだ。
パークゴルフの魅力を教えていただけますか。やっぱりね、あのマナーと、ルールっていうのがあるからね、それに基づいてやっぱりやってますから。そして和気あいあいの中でやれるってことはね、友達も作ったり、いろんな人と顔を合わせて、他町村の人も知り合いができるってことは非常にいいことじゃないかな。今日オープン初日ですけれども、いかがですか。やっぱり1年間、もう半年ね、11月から今までやってなかったから、勘が元があの取るまで結構かかるんじゃないかなと思いますけどもね。でもそのうちに慣れてくるんじゃないかなと思ってます。それでは今日も頑張ってプレーしてください。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。